アガレスト戦記にはコンパイルハートより発売されたファンタジー RPG。2010年11月18日にプレイステーション3で発売された。海外向けにマイクロソフトウィンドウズ版も2015年2月19日に発売された。詳細は後述する。制作はアイディアファクトリー、レッドエンタテインメント及びコンパイルハート。日本での販売は コンパイルハートが担当。アガレスト戦記シリーズ第3作目。プレイヤーは6つの大陸からなる世界、アガレストを3世代にわたって冒険していき、世界中に資産した神の力を集め、主人公バイスが犯した神殺しと世界の真実に迫っていく。全2作と世界観やシステムの一部を継承しつつも、フィールドマップの導入や戦闘システムの一新などで、 新しい境地を開いた意欲作。シリーズ恒例のお色系イベントはより刺激的になり、選んだヒロインによって子供の能力が変化するソウルブリードシステムは新しく好感度が低いヒロインを選択することができるようになった。また、前作ゼロで導入されたフリーインテンションやフィールリンクは廃止されたものの 2D ラストのキャラクターがリアルに動く明日は、 より洗練されている。物語の舞台となる世界や、神話や、種族などといった、世界観こそは、全2作と、共通しているが、パラレルワールドであるために時系列的なつながりはなく、一部の、設定に際が認められる部分が存在する。発売前には、歴代キャラクターにクロスエッジの一部キャラクターを、含んでの人気投票が行われ、 そのうち上位3位に入ったキャラクターとエリスの計4名のキャラクターが有料 DLC として配信されている。また、同様に発売前の人気投票の結果に伴うコスチュームの配信も行われている。遠い昔、一つの神から生まれた12の神々の手により、アガレストが創造された。しかし、神の理想を具現化した完全な世界になるはずだった。アガレストは、 皮肉にも神々同士の戦いによって不完全な世界へとなってしまった。光の神々と闇の神々による三度の戦いの後、勝利した光の神々は荒廃した世界に嘆き、自らの肉体を分け与えることで新たな種を作り出し、封印した闇の神々を新たな大陸とすることで、新たな世界を築いた。光の神々は闇の神々を封印した。 柱を守護するために、森とを6つの大陸ごとに置き、自分たちは、神々の住まう世界、バールハイトへと去っていった。こうして新しいアガレストが誕生してから数千年。ある日、世界はまばい限りの光で覆い尽くされた。後に、閃光の日と呼ばれるようになる。その日を境に、中央の大陸、ゼントルークとの連絡は途絶え、世界には魔物が増え始め、 人々の生活を脅かすようになっていった。記憶を失った青年バイスは、神の代行者を自称するイバと出会い、自らが神殺しという大罪を犯したことを知らされる。そしてその償いのために神を復活させるための器となること、世界に悲惨した神の力を取り戻すことを強要されるのであった。プレイヤーは、基本的に、 フレンスベルジュという街を拠点に活動を行うこととなり、フィールド上やダンジョン内に設定されているイベントポイントに到達することでストーリーが進行する。ただし、各世代の主人公にはそれぞれ LP という制限時間が設定されており、イベントや依頼を進行させることでこの LP は徐々に溜まっていく。LP が最大値に達するとそれ以上の依頼やイベントの進行は、 不可能となってしまうため、注意が必要である。フレンスベルジュでは、依頼を受けられる、ハンターズギルド、装備品の強化が行える鍛冶や、アイテムを売買できる、アイテムショップ、キャラクターの背景や、BGM やセリフを組み合わせることで、オリジナルのイベントが作成できる劇場、女性キャラクターの好感度や、能力値を上げることができる、大浴場などの施設が存在し、 そこでパーティーを強化することが可能。また、街の至るところでは特定の条件を満たすことで、イベントが発生し、中には、女性キャラクターの好感度を上げるものや、サブキャラクターの結婚に関わるものも存在する。戦闘システムは、前2作までのシミュレーション RPG 的な要素を、含んでいたものから、半リアルタイムのコマンドバトル形式へと一新された。 戦闘メンバーが6人から4人へと変更されただけでなく移動やエクステンドエリアの廃止、キャラクター固有の能力である WP が2意に効果を発揮できる X スキルへの変更など多くの変更点があり、以前までとは別物となっている。戦闘には事前に設定したリーダーのフォーメーションに全員が参加している状態で始まるが、 敵の攻撃や味方のエクステンドアタックなどで隊列が乱れることがあり、その場合には SP を消費することでフォーメーションを組み直すことが可能となる。フォーメーションは各キャラクターごとに用意されており、それぞれ異なる人形効果を持っている。フォーメーションに参加することでリーダーの人形効果や X スキルの効果を共有することだけでなく、 エクステンドアタックに参加することが可能となる。攻撃はそれまで、通り各キャラクター固有の AP を消費し、事前に、丸の、各ボタンに設定したスキルを発動することで行う。それぞれ上空に敵を打ち上げるバースト、一時的に敵を気絶させるスタン、敵を転ばせるダウン、状態に関係なく行えるオールレンジの4種類に、大別されており、 ボタンのオールレンジ以外は、それぞれの状態に即した攻撃しか行うことができない。また、スキルを連続して当てることによって、モーション値が溜まり、それを消費することで複数のキャラクターによる連携攻撃、コンビネーションスキルを発動させることができる。コンビネーションスキルは、通常のスキルよりも攻撃力が高く、敵の耐性値であるブレイク値を大幅に削ることが、 できるまた、バースト状態からスタン状態へ、スタン状態からダウン状態へと敵の状態を変更できるものが多いことも特徴の一つである。しかし、スキルにはウェイト値が設定されており、使用するたびに加算されていく。ウェイト値が溜まりすぎると、ウェイトオーバー状態となり、 一定時間操作することができなくなるだけでなく、エクステンドアタックにも参加することができなくなる。攻撃開始時に、フォーメーションに参加しているキャラクターから任意に選び、エクステンドアタックを行うことができる。エクステンドアタック時には参加している、キャラクター全員の AP が加算され、コンビネーションスキルが発動できるようになるだけでなく、より多い回数の攻撃を繰り出すことが可能となる。 また、攻撃終了時に敵のブレイク値を例にしていると、エクステンドアタックに参加した全キャラクターによる一斉攻撃、アルティメットストライクが発動でき、さらに一定の条件を満たすことで、合体攻撃、フィニッシュストライクを発動することが可能となる。しかし、発動した際は多大なウェイト値が加算されるため、発動するタイミングを見極める必要がある。 本作のマイクロソフト・ウィンドウズ版は、イギリスのゴーストライトから2015年2月19日に、スティームにて発売された。一色は、イギリスのラフィング・ジャッカルが、初代、ゼロに引き続き担当した。タイトルは、欧州版と同じアゴリスト、ジェネレーションズオブオ f o マイクロソフト・ウィンドウズ版においては、スティーム実績、スティームトレーディングカード、 スティームクラウドおよびスティームランキングへの対応がなされている。日本国内からの購入も可能だが、海外向けに発売されているため英語版の移植となっており、日本語は吹き替えのみサポートする。ありがとうございます。